浜崎さんの発音を聞きましょうですね。この発音を聞くと完全にアメリカ英語に聞こえますよねカタカナ英語で言うと「ファン」って言うんですけれども気をつけてくださいねよく日本人が間違えるのは「ファン」ですよねこのピンクの「U」呼んでくださいねこれは「あ」じゃなくて「あ」っていう発音ですね それで、この赤い絵読んでくださいね。これはペンだからね。混乱しないでくださいね。この英語からフリガナ、気になりますかこれちょっと聞き取れなかったよね。もう一回聞いたら、Oh, honor ですよね。O が見えるんですけれども、アメリカ英語で言うと、これは honor ですね。この緑の O が、アーっていう音ですから、気をつけてくださいね。Owner って言うと、ちょっと聞き取りにくいですね。 コレ g ジって聞こえましたけどよく考えると大学の話してないんじゃないですかやっぱりコレ g ジって言いたいんですよねこの母音が透明になってるんじゃないですか発音しないということですねあーっていう発音より「うー」っていう発音ですね、college. 日本人にはちょっと難しいかもわかんないですね。微妙な発音のミスだとまあ別にいいんじゃないですか。でも本当に「college」って聞こえましたからえ大学と思いました。だから発音気をつけて「courage」って言いましょう。浜崎さんの R の発音が上手じゃないですか。ワークじゃなくて「work」ってしっかりって。 しっっかり言ってますよねやっぱり浜崎さんがたんまに発音が合ってるけどたまに発音が合ってないから英語ネイティブじゃないんじゃないか。ほんじゃ浜崎さんの英語はどうですか勉強してないって言えないし勉強中って感じもしないよね。英語ネイティブじゃないと思います。ずっと浜崎さんの動画を聞いてておしゃべりさんじゃないですか。ねえ。それでも帰国史上じゃないと思うんですね。浜崎さんは 英語ペラペラですよねパチパチ wow,、really、はやみさん Your accent smells really good リリーじゃなくて Really って言いましたよね日本人には L と R の発音が難しくないでもはやみさんの発音聞いて完全にアメリカ英語に聞こえたんだよこの EA 読んでくださいねこれは E より A っていう発音だから RE それで Y が E という発音で Really Wow, smells really good 聞こえましたかリリーじゃなくて Really?Do people really still say Lily? はやみさんは日本人じゃないんじゃない So can you your can what tell me what your ?Popular flavors are? ポピュラーじゃなくて Popular ですよねこの緑の O を呼んでくださいねこれは I-U-A-O のあだから ポップじゃなくてポップ。J p o p より J p o p K p o p より K p o p って言うんじゃないですか速見、so, さんは本当にアメリカ人に聞こえるよね。速見さんは言うんじゃないですかこの英語カらフりがな気になりますか so, アバローネじゃなくてアバローニって言いましたよねあちょっと待ってアバローニって言いましたよねもう一回聞きましょうかアバローニに聞こえたよね,たよね俺だったらさアバローニって言うんですけれどもこの赤い絵読んでくださいねこれはあいう絵音に入ってなくてえだから アボロニーーアボロニでも大丈夫と思うんですよ。ポテト、ポターっていう問題だと思うんですよね。トメイト、トマト。アクセントの問題ですね。俺はなんでアボロニーって言ってるかわかんないんですけれども、まあカリフォルニア出身なんですけれどもね。アボロニーって言われても全然通じるかな。え、早水さんはどこの州から来たんでしょうか okay, <yes. S 2> コーヒーじゃなくてカーフィーですね。この緑のを読んでくださいね。これはあいうえおのあだからカーフィーですね。今でもね、日本人がよくコーヒーって言うんじゃないですか。でも英語で会話するとね、お願いだから書きくけこのカーフィーって言いましょうね。そうするとアメリカ人に聞こえるし、通じるし、コーヒーって言ったら通じない可能性があるかな。 気をつけてくださいね。多分この単語だけで、早見さんは日本人かアメリカ人か評価できると思うんですけれども、どっちかに言うと日本人じゃないっていう感じがしますよね。ほんでな、早見さんの英語はどうですか英語勉強してないっていないし、勉強中って感じもしないし、英語ペラペラって決まってるんですけれども、発音のミスもないし、文法のミスもないし、イントネーションのメロディが すっごく綺麗だから、帰国くしじょって感じがしないよね。速見さんは、英語ネイティブですよね。パチパチパチ、どうぞ、彼女の英語を聞いて、真似して、バイリングルになってください。Black Lives Matter。Black Lives Matter, <Yeah. S 1> yes.Black Lives Matter じゃなくて、Black Lives Matter ですよね。この赤い英語でくださいね。これは、あいう英語に入ってなくて、ええだから。 ブラック。ブロックって言われたら、まあ、ブラックという意味だから、気をつけてくださいね。V の発音が難しいんですけれども、Lives。それで最後に Matter。また赤い A が出てるんですよね。Ma. でも、このグレーの T 読んでくださいね。これは T の発音より D の発音がするから、Ma-der。Now, <V> Black Lives Matter。Black Lives Matter, <Yeah. S 3> yes.Black Lives Matter。クリスタルさんの発音聞いて、いや、もしかしてアメリカで生まれたんじゃないですか

インターナショナルって言われてもわかるんですけれども、クリスタルさんが T の発音してないから、いや、本当にカリフォニア人に聞こえますよね。この英語カラフリガナ気になりますかカイ先輩の無料のアプリ、オーラ、イングリッシュ HD、ダウンロードしてください。A 辞書、Y 辞書になってるから、気になってる単語を検索して、英語カラフリガナを勉強してください。それで簡単に単語帳も作れるかなたっぷり復習できる。もし君が元アメリカ人みたいに喋れるようになりたかったら、どうぞ 俺の無料のアプリオ r a EnglishHD、ダウンロードしてください。I don't know, I mean, why can't I?I don't know って言ったよね。今の発音が結構面白かったよね。なんでかというと、I don't know より、I don't know って言いましたよね。もう一回聞いてください。I don't know, I mean, why can't I? よく聞くと D の発音しなかったよね。I don't, I don't. I know. で最後ののをはっきり言ってるんですけれども、イントネーション気をつけてくださいね。I don't know。というと、I don't know という意味だから、こういう発音を聞くと、いや、本当にクリスタルさんは、カリフォニア生まれて感じがしますよね。Up until I graduated from college, I was doing singing <A lot. S 2> and school. <Yeah. S 2>、yeah. college より college ですよね。この緑のを読んでくださいね。これはあいうえおのあだから co よりコレージですよね。Up until I graduated from college, I was それでこのオレンジの色を読んでくださいね。これはえよりい、e、より a だから c o l レージっていう発音ですね。大学に行かなくてもこの college の発音できるはずだから college レージよりコレージ。 コレッジって言いましょうね。ほんでな、クリスタルさんの英語はどうですか英語勉強してないって言えないし、勉強中って感じもしないし、英語ペラペラって決まってるんですけれども、文法のミスもないし、発音のミスもないし、インターネーションも完全にアメリカ英語って感じがしますね。アメリカ英語の省略パターンも使ってるし、帰国史うって感じしないよね。クリスタル K さんは英語ネイティブですよね。パチパチー A professional soccer player. ソッカーじゃなくてサークルですよね。よくカタカナ英語では日本人がオーを読むとオーいう発音するよね。例えばコーヒー、ボクシング。でもなんでかわかんないけどはっきりサークルって言えるよね。オーが見えるんですけれどもソッカーじゃなくてこれはサークルですよね。この緑のオーを読んでくださいね。オーじゃなくてアーっていう発音だからサークルですよね。まあ他の英語の国ではフットバーって言うんですけれどもサークルって言うと 完全にアメリカ英語ですよね影山さんの発音聞いて結構うまいんですよね。Various issues:A が見えるんですけれども、Various という発音じゃなくて、これは Various ですよね。この緑の A 読んでくださいね。アイウエオの、A、ですよ、v various っていう発音ですね。various issues 英語が本当にわかりにくいから気をつけてくださいね。やっぱり聞かないと英単語の正しい発音がわかんないじゃん。でも英語から振り仮名つけると読めるようになるんですね。various だったらこの緑になるんですけれども、a っていう発音だからこの緑になってますね。various Var って言われたらわかるんですけれども正しい発音は various ですね。この英語から振り仮名気になりますか All over the world. これはちょっと可愛かったよね。影山さんが R の発音しなかったよね。だから WOLD に聞こえましたよね。a l over the world。可愛いですね。でも、正しく発音すると World ですね。完全に R の発音が入ってるから、その R の発音聞かないと、ちょっと変な気持ちがしますね。All over って言ってたから、ああ、World って言いたかったよね。でも、これは発音のミスですね。World が言いにくかったら、Earth あ、ちょっと待ってね。だって日本人だったらね、アースって言っちゃいそうね。 じゃあ、planet って言ってもいいんじゃないですか ?all over the planet そっちの方が発音的に考えると言いやすいかな影山さんの発音を聞いて、まあ、英語ネイティブじゃないよね。影山さんの英語はどうですか発音のミスがあったから、英語ネイティブじゃないんですね。文法のミスもあったから、帰国子女じゃないと思うんですよね。勉強してないって言えないけど、この動画を聞いて、ちょっとセリフを覚えてるって感じがするから、英語ペラペラって言えないと思うんですね。で でもそのセリフを流暢的に言ってたしイントーネーションパターンがすっごくイギリス英語って感じだったから上白石さんの発音を聞きましょう「That will help to increase startup people in Japan」。 ジャパンじゃなくてジャンですよねカタカナ英語で言うとジャパンって言うんですけれども上白石さんの発音聞くと完全にアメリカ英語に聞こえますよねああよりあー,エー,エーっていう発音がしますよねこのピンクの絵読んでくださいこれはあそれでこの赤い絵読んでくださいこれはあですねだからジャパンって言わないでジャパンって言いましょう オネストじゃなくて、アーネストですよね。この緑の「お」を読んでくださいね。これは「お」じゃなくてこれは「ですよね。だから、「アーネスト」。上白石さんの発音聞くと、本当にアメリカ人に聞こえますよね。Honestly speaking。 ビジネスじゃなくてビジネスですよねカタカナ英語で言うとビジネスですよねでも上白石さんの発音を聞くと本当にアメリカ英語の発音がしますねビジネスこの望音が透明になってるんじゃないですか発音しないということですよねそれで S が見えるんですけれどもこれは Z という発音だからビジネスですね U でも いいでもオレンジになってるんじゃないですか両方も A っていう発音だからビジネスですよね上白石さんの発音は本当にすごいですよねこの英語から振りがな気になりますかちょっと待ってくださいねよーく聞くとね「Think」っていう発音よりちょっと「t h i n k に聞こえましたよね意味が全然違うから気をつけましょうね TH の発音が難しいって分かってるけどねちょっとベロを出して「<ス>って言ってくださいね「<ス>より<ス>「ですよねそうしたら上白石さんはアメリカ人じゃないんですかほんじゃ上白石さんの英語はどうですか勉強してないって言えないし勉強中って感じもしないし文法のメスがあったから 英語ネイティブじゃないんですよねそれでも発音がとっても綺麗から帰国史上だと思ったんだけどいやー上白石さんは英語ペラペラですよねパチパチ20 years old 教育英語弁で言うと20ですけれども日常的に英語ネイティブなら20って言うんですよね20 21 22 23聞こえました <laughs> I'm 20 years old.T の発音しないの。だから透明になってますね。実証調べたら、発音記号で20って書いてあると思うんですけれども、本当に日常的に英語で喋りたかったらね、20の方が自然ですね。北川さんの発音を聞いて、いや、英語ネイティブに聞こえますよね。この英語から振りがな気になりますか ?Actually, this question is really hard for me. この文字そのまま読むと、actually って感じがしますよね。actually, it's actually. そうだよね。この赤い絵読んでくださいね。これはあいうえおに入ってなくて、えですよね。それでこの t 読んでくださいね。これは t の発音じゃなくて、これはチっていう発音ですね。ch って感じだよね。チ。それでこの u と a が透明になってるんじゃないですか。発音しないっていうことですね。チから直接 l の発音になるかな。actually.

っていう発音がするんですけれども、この場合、mechanical という発音ですね。この H が透明になってるんじゃないですか。なんてかっていうと、この C だけを発音するよね。めっそれでこの A は、あじゃなくて、 A だよね。あいうえおに入ってなくてええ。めけそれで最後の A が透明になってるんじゃないですか。完全に L の発音するから A を発音しないでください。Mechanical Mechan っていう発音ですね。Like mechanical pencils? Yeah. 北川さんの発音今まで聞いていや、失敗が全くありまへん。ほんでな、北川さんの英語はどうですか勉強ししてないでいないいい 感じもししないし英語ペラペラって決まっとるけど発音のミスもなかったし文法のミスもなかったし省略パターン使っとるしイントネーションもアメリカ英語っぽいやから帰国史上って感じがしないよね北川さんは英語ネイティブですねパチパチパチ,パチまず静香さんの発音を聞きましょう I've got two daughters go アメリカ英語で言うと、これは daughters ですけれども、静香さんが言ったのは daughters。俺にはちょっと不思議ですけれども、辞書調べると、イギリス英語で言うと daughters ですよね。カタカナ英語じゃないですよね。これは、この緑の色を読んでくださいね。これはあだから daughters。アメリカ英語だったら daughters ですね。ダリルレロドのだ。でも、イギリスでは d a って言うんですよね。この紫イコール o だから daughters ですね。I've got two daughters. もしかして、静香さんがイギリスに住んだことあるんですかねこの英語からフリガナ気になりますか a singer. アメリカ英語で言うと、シンガーですよね。完全に R の発音がするんですけれども、静香さんが言ったのは、 Singer、r、の発音がないんですよね。これ最初聞いた時あカタカナ英語やんと思ったんやけど辞書調べたらイギリスでは n g ガ r って言うらしいよ a singer. 俺イギリス英語わかんないからちょっとびっくりしましたねだって R の発音慣れてるからね静香さんの英語はすごいですねイギリス英語詳しいんですよね仮想 A castle. この赤い絵読んでくださいねこれは Castle ですよねあいうえおに入ってなくてえですねだから Castle でも静香さん言ったのは Castle ですよねこの緑の絵読んでくださいねこれはあだから cast CastleCastle?it's a castle 俺には不思議な気持ちがするんだよねだって Castle の方が自然って感じがするけどまあ Castle って言われても わかりますよ。やっぱり日本人にはイギリス英語の方が言いやすいですね。I really hesitate to come here. これは細かいんですけれどもね。Hesitate に聞こえたよね。Hesitate よりなんかジュジュ、Hesitate って感じでしたよね。これだったらイギリス英語じゃないですね。これはちょっとカタカナ英語ですね。このグレーの S 呼んでくださいね。これはスの発音じゃなくてこれはズズの発音ですね。そうだね。Z って感じですね。Hesitate。でも、 Z の発音は日本人に言いにくいからよく G になるんじゃないですかだから静香さんがヘジテイって言いましたよね I really hesitate to come here そうしたら英語ネイティブじゃないのかな I of course love both これも一応辞書で調べたんですねイギリスでは BOTH って言うんですよねはっきり TH の発音するんですねアメリカでもイギリスでも BOTH ですねでも BOTH って言うとまあ カカタカネ英語ですね。日本人には th の発音が難しいんですけれども、より、ですよね。ちょっとベロ出して、声使わないで空気だけ吐くんですね。だから、b o s じゃなくて both。ボスもちろん意味がわかってるんですけれども、静香さんがもしかして英語ネイティブじゃないよね。

アルバムよりアルバムって言いましたよね。この赤い絵読んでくださいね。これはあいうえ、おに入ってなくて、え、だから、アルバム。カタカリ語ならああ。だからこの緑になっているんですけれども、目で区別してくださいね。ああ、え、アルバム。それでこのピンクの U 読んでくださいね。これはあいうえ、おに入ってなくて、あだから、アルバムじゃなくて、アルバム。このアルバムじゃなくて、アルバム。このアルバムじゃなくて、アルバム。こ a アルバムじゃなく e アルバ まあこれだけ聞いて宇多田さんが完全にアメリカ人に聞こえるんですけれども違うか When I came the, the, the term O が見えるんですけれどもこれは non じゃなくてこれは non ですよねあいうえおのあだから non それで binary i は大丈夫ですけれども、この a 読んでくださいね。ていか読まないでください。透明になってるかな？発音しないの？biner binary。 聞こえましたか ?I'm glad ヒカルさん found a word that she really can identify with この英語からフりガナ気になりますかカイ先輩の無料のアプリ u r a English HD をダウンロードしてください英辞書、Y 辞書だから気になる単語を検索して英語からフりガナで英語の発音の勉強しましょう簡単に単語帳も作れるかな 自分のペースでたっぷり英語の復習できるかなもし君が本気でバイリンガルになりたかったらね英語を勉強しながらかい先輩の無料のアプリ or English HD をダウンロードしてください。s o n i リ a じゃなくて Sonically って言いましたよね。緑のを読んでくださいね。これはあ、い、う、え、おのあだからソニックリー。s a Sounds from zero, and to make something that sounds a bit stranger sonically. English sonically sounds American. What was scary was there was this inertia building up. Like I wouldn't, it was like being a part of a machine, and I couldn't take stop. Inertia. 先輩の無料のアプリを英語で調べてくださいね。Y 字書だからね。inertia。N は大丈夫だね。E が透明になってるから発音しないで、完全に R の発音がしますね。inertia。それで T が T じゃないんですね。これはより SH っていう発音ですね。YOSHA の SH。inertia。What was scary was there was this inertia building up, like I wouldn't it was like a being a part of a machine and i couldn't take stop i'm not gonna lie i want to build a lot of inertia for my color system ほんでなうたらさんの英語はどうですか英語勉強してないって言えないし勉強中って感じもしないし英語パラパラって決まっとるけど発音のミスもないし文法のミスもないしアメリカ英語の省略パターン使っとるし アメリカ英語のインターネーションもしてるし、帰国史上じゃないんじゃない宇多田さんは英語ネイティブのアメリカ人ですね、パチパチー。